404です。今回はこちらです。ガチャガチャをやってきたので開けていきます。なんかね、パンパンに入りすぎて蓋がちゃんと閉まってないんですよね。セロテープでぐるぐる巻きにされてます。ほんとパンパンだな。せーの、はい。今回やってきたのはスターウォーズライトセーバーマスコットキーチェーン全6種です。ラインナップを見ていきましょう。 LED& ディスプレイタイプ、そしてボールチェーンタイプの2タイプがあって、それぞれ3種類の合計全6種類というラインナップみたいです。では左から順番に見ていきましょう。一つ目がライトセイバーレイの2タイプですね。二つ目がライトセイバールークスカイウォーカーの2タイプ。三つ目がライトセイバーダースベイダーの2タイプとなっております。では今回当たったものを見ていきましょう。青いパーツだからこれかな。ディスプレイスタンドがついていたんで、今回は LED& ディスプレイタイプのライトセイバーレイが当たりました。赤が好きだからダースベイダーの方が良かったんだけど。それでは組み立ててみましょう。中身はこんな感じでした。上の段がライトセーバーのパーツで、下の段がディスプレイスタンドのパーツと、こちらが LED ユニットになります。それでは組み上げていくんですが、うまくできるでしょうか。写真を見ながらやっていきますけど、合ってんのかな。なんかもっと奥まで入れなきゃダメなような気がするんだけど。あ、入った入った。結構力いりますね。そして、あー、こうか、合ってる。写真通り作れば間違いないよね。ここまで来たら LED ユニットの取り付け方を見ればいいのか。この状態で発光した LED ユニットをセットします。え、何これ。一回一回この先端を外してオンオフしなきゃいけないってこと。めんどくさいパターン。どこにあんの、オンオフスイッチ。あ、これか。これでオン。この状態で中に入れて、で蓋をすると。蓋というか先端パーツをつけろと。ふん、これでいいのかな。台座も作りましょう。台座はまあ差し込むだけですね。でこれを載せると。まあ例のごとくカメラ位置を変えて見てみましょう。はい、カメラ位置を変えてみました。いかがでしょう。なんかね、ぐにゃぐにゃしてる感じがするんですよね。というか歪んでるんですよね。なんかこうふにゃーんとしてますよね。近くで見るとこんな感じになってまして、なんて言ったらいいんだろう。あとはそうですね、 LED ユニットを発光することができます。その場合はですね、一回一回ここを外さないといけないんですよね。これがちょっとめんどくさい。で、これをオンにして、また戻して、で、付け直して飾ると。まあ飾らなくてもいいのか。ちょっと暗くしてみましょうか。はい、薄暗くしてみました。
どうなんだろう。まあこんな感じで発光します。うわ、眩しいな。やっぱり光るギミックがついてるとちょっと楽しくなりますね。うん、こんな感じかな。まあちょっと最初に想像してたものと違ったんですけど、まあこれだけの大きさのものがあの丸いガチャガチャに入ってるんだと思うと、その点はすごいなと思いました。あと質感は結構いいですね。金属っぽく見えます。まあこんなもんなんですかね。というわけで今回はスターウォーズライトセーバーマスコットキーチェーンのライトセーバーレイ LED& ディスプレイタイプの紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。